始め。はい、どうも、キトントンです。原子番号12番って？そう、マグネシウムやんな。まあ、今回はそんな関係ないねんけど、予言定理を使う問題っていうことで、スタートンタン。キトントン。で、数学1をやっていくにつれて、こういう例題っていうのがよく出てくるんだよな。三角形 ABC において、A とか B とか、これは角度ですね。与えられた時の他の辺とか角度を求めようっていう問題。基本的にこういうのは、まず図を書いてイメージできるようにしてください。はい。で、図っていうのは本当は綺麗にね、丁寧に書いた方がいいかもしれんねんけど、なんとなくイメージできるために、とりあえず ABC っていうのを書いてみましょうか。で、あとは条件を書いていこう。B が45度って言ってて、ここが45度な。ラージ B って来てるから角度のことなんやな。で、これスモール A と B、小さい A と B やから、大きいやつに向かい合う辺のこと。つまりここがルート6で、B の向かい合う、ここが2やでっていうことで、ここが C やでとか、ここがラージ A で、ここがラージ C ですよっていうことなんよな。OK。で、予言定理、公式自体もみんな覚えてるとは思うんやけど、どういう風にやっていくのかなって言ったら、わからんやつ一つにしてほしいねんな。どういうことかって言ったら、今回どこで予言定理使うのって言ったら、ここで予言定理使ってほしいねんな。予言定理こういう風にピースで、やったらやりやすいねんけど、ここな。OK。つまりどういうことかって言ったら、E の2乗イコール A の2乗プラス、C の2乗マイナス 2AC のコサイン、B ですよみたいなんでやってほしいと。OK。そしたら、まあ、先に言うと、代入していくやんか。B っていうのはここな。つまり、まあ、この与えられてるんだけど、2の2乗イコール A の2乗。A っていうのが、ルート6の2乗とルート6の2乗プラス C の2乗。C はわからんからそのままで、マイナス、これちょっと大きく見えるけど、小文字な。2×A っていうのがルート6かける、C のコサインの、B っていうのが45度ですよ、みたいな風に書けますよと。OK。そしたら、わからんやつ、未知数っていうやつな。わからん文字っていうのが一つだけやから、方程式解けそうなんやな。いける？これが仮にもし、ここの2辺分かってるから、これで、予言定理やったらいいやんと思ったら、ラージ C とスモール C って言って、わからんやつが2つ出てくんねんな。そういうのはあかんよっていうこと。で、基本的に、予言定理のこういう問題っていうのは、角度が与えられたところの、予言定理を使ったらいいと思ってくれたらいいわ。OK？ 普通1個しか角度は与えられへんからな。もし2つ角度が与えられたら、それ3つ与えられてるようなもんやから、まあ何でもし放題だと思います。で、まあこういう風に今回も1個しか与えられてないから、そこで予言定理使うんやな。つまり B で予言定理使うんやなっていうイメージで解いてくれたらいい。OK？ あとは計算するだけやから、ちょっと丁寧にすると、の2乗やから4と、ルート6の2乗で6、プラス C の2乗マイナスで、コサイン45度っていうのはルート2分の1やから、マイナス 2×ルート6かけるルート2分の1なよな。っていうことはここで約分してルート3ってなんでな。つまりマイナス2ルート3と。それで、C がつきますよと。じゃあ、これは、二次方程式になるんかな。 OK。 C の2乗をマイナス2ルート3 C で、これをこっちに持ってくるからプラス2イコール0と。で、これ C についての二次方程式なような、もう高校生はこれは解けなあかんで、解の公式な、いける。で、ここが偶数やから、簡単な解の公式の方を使ってみるで。OK、一気にやるで。つまり、C イコール A 分のマイナス B っていうことで、ルート3な。プラスマイナスルート B の2乗やから、ルート3の2乗をマイナス AC みたいな感じで出て、C っていうのは、ルート3プラスマイナス1っていう風に出ねんな。OK？ わかる？これ今ちょっと早いなと思ったら、解の公式の偶数、X の係数が偶数の時っていうのはどういう風に求めるかって言ったら、A 分のマイナス、なんか B' ダッシュみたいなんで普通は教えられるんかな。B' ダッシュの2乗マイナス AC みたいな感じで、解けますよと。まあ普通に解の公式やってもいいで、後で約分できるっていうだけやから。OK？ あ、きとんとん。いける。まあ、キトントンは、高校生の時は普通に解の公式使ってたわ。で、こういう風に予言定理とか使って、辺を求めようと思ったら、2乗が出てくるやんか。三辺方の定理のかっこいい場合だから、絶対2乗は出てくるね、予言定理でな。いける？で、辺を求めたら、こういう風に解が2つ出ますよと。まあ、簡単な問題やったら1つしか出へんから、パって、そこから、どんどんどんってできんねんけど、2つ出てきた場合、2つ出てきたら、2つのパターンでちゃんと場合分けして解かないとあかん。
OK。 だから C がルート3プラス1の時と C がルート3マイナス1の時で、問題っていうのを進めないとあかんということで、まあちょっと書ききれへんから、この下にみんなは書いてほしいねんけど、場合分けしてるように、ちゃんと書くと、まず一つ目は、C が C イコールルート3プラス1の時っていうのを考えてみましょうと。もう一個は C がルート3マイナス1の時な。OK。 まずプラス1の時で考えてみるとどうなるのって言ったら、ここの辺が今分かったっていうこと。ということはこういう風にな。OK。 下にピースして余弦定理使うとコサイン A っていうのが求めれんねんな。もちろんコサイン C もパッて出せんねんけど、どこからやってもいいです。コサイン A でいこうか。アルファベット順で今回やっていくな。コサイン A っていうのは、どういう風になるのって言ったら、もしかしたら、まあこれは覚えなくてもいいねんけど、BC の、B の2乗、プラス C の2乗、マイナス A の2乗な、いける?あの、余弦定理をコサインについて解いてるだけな。ってことは、コサインについてるこれを分母に持ってきてるよっていうだけなんですよね。じゃあ、あとはこれに代入するだけで解けますよと、B っていうのは、2なんで、2の2乗、プラス C が今回これ、ルート3プラス1の2乗、で、マイナス A の2乗なんで、ルート6の2乗と、ルート6の2乗、OK。で、2かける B かける C っていうのが、ルート3プラス1になりますよと、はい。じゃあこれ計算すると、本当は下に書いた方がいいんだけどな。4カッコルート3プラス1になりますよと。OK。で、次ここなんやけど、これちょっと下で計算すると、4プラス、これの展開な。ルート3の2乗やからこうなって、2ルート3プラス1のマイナスの、ルート外れて6と。じゃあこれ計算すると、4と3と、1とマイナス6なんで、7で1なんて2と。ということで、2プラス2ルート3になるの分かる?じゃあこれ2でくくれるやんか。そしたら2カッコ1プラスルート3になんでな。OK。で、1プラスルート3、これ入れ替えたらルート3プラス1と同じやから、はい。こことここで約分して4分の2っていうのも約分されたら2分の1っていう風にわかんねんな。そしたら、コサイン A が2分の1っていうことで、A イコール60度っていう風に出ますよと。わかる?解き方はいろいろあんねんけど、まあ高校2年生以上になったら、こういう風に単位円っていうのを書くからそれで覚えててくれてもいいねんけど、半径1の円ですね。で、コサインっていうのは X のイメージってずっと教えてるから、2分の1のところに、そいつがおるよって、 X イコール2分の1の時に、これがおるよっていう感じだよな。で、その時の角度求めろやから、こういう風に線引きますよって教えたと思うねんな。で、ここの角度が何度なんみたいな、それが60度なんやな。OK。で、一応、三角形じゃなかった時は180度以上があるから、こっちも考えないとあかんねんけど、まあ、数学1の範囲ではそれは無視してくれたらいいわ。OK。後でやるときに、あ、なんか秋トンポンやってたな、みたいなんで、アハ体験みたいなんで、やってくれたらいいねんけど、簡単な解き方としては、有名角っていうのみんな覚えてると思うねんな。60度の時は、1対2対ルート3ですよ。30度の時は、1対2対ルート3ですよ。45度の時は、これ本当はちゃんとあれで、三角形綺麗に書かなあかんで全部同じ形やけど、そしたら60度の時は2分の1で、30度の時は2ルート3で、45度の時はルート2分の1っていうのがコサインでは分かるから、あ、今回はこの60度のやつなんやなっていう風に出してもいいと。 OK。これ出し方自体はいろいろ動画で説明してると思うから、自分の好きな出し方でやってみてください。 OK。そしたら、A が60度って分かったら、C でも余弦定理使おうじゃなくて、角度が分かったら、もう C は一発で分かるよね。なぜなら、180度なんやろ、全部で。ってことで、45度と、60度引くと、求まりますよと。OK? 一応公式で書こうか、最初。C っていうのは、180度から A と B を引いたやつですよ。つまり、180度引く A っていうのが、今回60度って分かったから、60度引く B が45度と。ってことで、105やから75度っていう風に出ますと。じゃあ、C イコールルート3プラス1の時っていうのは、A は60度で、C が75度って出ましたと。OK。だいぶ疲れるやろ。いける?じゃあ次、どういう時やったって言ったら、同じ計算するから正直楽できるんですよ。ルート3マイナス1の時なのな。OK。じゃあ、コサイン A っていうのはどういう風になるのっていうのを考えてほしいねんけど、ここがマイナス1になりますよと。ここがマイナス1な。他は全部一緒やからな。ここがマイナス1になった時どうなんのっていうのをちょっと考えてほしいんだけど。はい。まあ慣れたらパッてできる人はおんねんけど、一応動画やから最初の人もおると思って、説明すると、上、一回計算するな。上の計算を、
この辺入るかな、やると4プラス、3マイナス2ルート3プラス1のマイナスの、6と OK。 あ、これを計算するとどうなんのって言ったら、数字だけ見るとなんで1になって2と同じなんやな。2引く2ルート3になんねんな。 OK、 上がけど、そしたらこれ2でくくったらどうなんのって言ったら、2でくくったら2カッコ1引くルート3なんやな。いける？え、だからここが2カッコ1引くルート3ってなんねんけど、さっきみたいな約分できひんの分かる？言ってること分かる？1引くルート3っていうのを入れ替えたらマイナスルート3プラス1ってなって、下のやつとは違いますよってなんねん。でもそういう時にこれ見てほしいねんけど、符号が真逆っていうのが分かるよ。符号が真逆の時はマイナスでくくると符号が同じになりますよと。 OK、 ルート3マイナス1、で4カッコルート3引く1みたいな感じでマイナスでくくると、同じにできますと。これマイナスでくくったらどうなんのって言ったら、マイナスカッコルート3マイナス1になるやん。展開したら同じになるやろ。いける？それをしてるっていうこと。じゃあ、これ約分するとどうなんのって言ったら、ここが同じで4分の2を約分してマイナス2分の1になるよと。 OK、ちょっと書ききれへんからもうちょっとち縮まめて書くな。はい、こういう風に出ると。じゃあコサイン A がマイナス2分の1っていうことは、 A っていうのは120度って分かりますよねっていうこと。じゃあ C っていうのは同じように180度から A と B を引くと。だから180度引く、120引く、45度っていうことで、15度っていう風に出ますと。 OK、 この、120度の出し方とかももう、予言定理やってる頃にはできないとわかんで、三角比の動画は、他の動画でもやってるから、再生リストから見直したりしてください。はい、一応説明すると、まあ、180度のこういう風に円描くやな、本当はな。めちゃくちゃ数学できる人は下まで書いてくれたらいいで。でも三角形やから180度までっていうのがわかりますよと。で、コサインは X のイメージで、 X がマイナス2分の1と、 X イコールマイナス2分の1の時の角度やから、ここを求めろって言われてんねんな。ってことは、この三角形自体な、この三角形自体のここが60度って分かるから、ここまで行くのに120度かかりますよねっていうことな。OK、 この説明が分からんかったらマジで三角比の動画見直してください。はい、じゃあ、1、2から答えが出ましたよと。はい、ということで最後締めを書きたいねんけど、ちょっと入るところがないから、こっちに書かせてもらうと、1と2より2イコールルート3プラス1で、A イコール60度で、ラージ C イコール75度って分かると。 OK、 でそれかまたは、C がこれ小文字やな。 OK、 小文字と大文字の違いマジで難しいね。 C の場合は C イコール、ルート3マイナス1あんま変わらんと。で A イコール120度、ラージ C イコール15度っていう風に分かりますよと。OK、 こういう風に、答えてください。もちろんこれの前には最初に書いてたことを書いて、その続きでこういう風に書いてな。いける？何が難しいかって言ったら、おそらく、予言定理をマスターしてない人がこれを解くと難しい。つまり予言定理をマスターする前にも三角比とかを覚えないとあかんやんか。あ、こういう風に出たら角度は60度やな、120度やなとか。いける？そういう風にアクションとかいろんな動画で言ってるんだけど、こういう応用問題ってのは基礎と基礎が何回も重なり合うから難しく感じんねんな。で、そういう基本的な動画、基礎の動画はアクションとはもう出し切ってるから、再生リストとかから復習しまくってください。この問題はマジで予言定理とか三角比とかがどれだけできるかなっていうのの、お試しというか、自分がどのレベルかとか分かる問題だと思うから、この動画を見て、あ、全然分からんってなったら、三角比からもう一回勉強し直して、正弦定理、予言定理とか見て、もう一回この問題にチャレンジしてください。はい、 OK。 まあ計算とかは中学生レベルなんで、平方根の計算わからんなって思ったら中学生の勉強からやり直すっていうのでもありです。全然恥ずかしくないです。自分で時間を作ってそういう復習しまくってください。で、今回、この問題のもう一回問題と答えっていうのを貼るから、ぜひね、自分で手を動かしてやってみてください。もちろん復習してくださいね。はい、もう勉強に遅いっていうのはないから、マジで今すぐやってみてください。で、アキトントンはそういう人のためにいろんな授業動画上げまくってるから、再生リストとかアキトントンと自習室調べて、やってみてください。はい、ということでもう一回問題と答え貼ります。はい、この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録してください。で、
トントン知らない友達いたら、ぜひ広めてください。アキトントンってオロンやで、みたいな感じで。グループラインとかに貼ってください。バイバイ。